はいどうも、マナマンです。今回はサンデーオールスターズコラボ超地獄級にベジットパーティーで挑戦してみたいと思います。初見でいきます。バインドが怖いので、いつもクリリン使ってるところにウィジャスで、バインド耐性持ちながらバインド回復でできるっていう、この間の北斗の拳コラボでスキルマにしました。では行きます。バインドが来るかどうかも、漫画があるぞ、バックの背景が。なんか漫画ちゃうけど、あれやね、バックマンの映画っぽい演出じゃない、なんか。さあ、どんな攻撃してくるかわからんので、とりあえず決めるしかない。絶対倒せへんでしょうな。一体一体が、バトル4しかないから。一体一体がかなり強いと思うんだけど。闇4つ消しか、水4つ消し入れたいな。違う。ちょっと待って、やめて。ちょっとミスった。まあまあ。風。おお、なるほど。いろんな色に変えてくる感じか。1列作ってくれるもちょっとありがたいっちゃありがたいけど、ミスっちゃうねこれ。光4つ消し入れてもしょうがないかな、2ウェイ持ってないから。火の4つ消しを回復もしときたいよね。パニック、ちょっとパニック。 OK、 さあ減らしすぎたら怖い。逆に、あーやば、おー切れた。 OKOK。 これは大丈夫、とりあえず突破できるね。どうしよう、シンプルに、簡単にこれだけで倒していこう。 OK。 さあ次、状態上向こう。こういう時怖いな、状態上向こうか。よし、OK。 さあどんだけ減らせれる、いい感じ。吸収、うわ火属性吸収、マジかよ。まあ火入っちゃうな。水か、相性が悪い。いいのいた、いいのいた。ファイナルフラッシュがあった。 OK、 完璧や。ベジータありがとう、全然気づかんかったな。ちょっと悩んどいて正解だった。いやどうしよう、4つ消しもいらんちゃいらんね。回復ドロップ全部消しとこうか、とりあえず最低限消す感じ。よし、火は落ちてくんなよ。 OK。 バトル2クリア。さあ
奈落。毒にしてきそうで怖いね。完全もう絶対毒にしてきそう。そうかな、どっから行こう。日の四つ消しあと思ったけど、奈落に対しては聞くじゃん。ベジット使っとこ。ちょっと減ったな、なんぼやろ体力。いやー、どっから行こう、悩む。もうちょっとなんかできたやろっていう、もったいない。これ半分切った。これは倒せるぞ多分。火の四つ消し入れる。いや結構いけそうな気がするんだけど、初見で切った。いけ、いやーちょっと、もうちょいなんかできたかなっていうとこもあるけど。おおおお、よし、盤面もまあまあいい、作りやすそう。よし、ボス来た。あーちょっと使えへんか、威嚇。どうしよう、水と闇か。危ね、今ドロップ触ったと思った。危な、金を買えるのはもったいないからな。まあ、打ってワンパン勝負よ当然。木の列作れればね最高やけど、まあ、そこまで余裕はない。闇の4つ光はいらんかな。回復を作るのいらんっちゃいらんけど、上で作るか。ちょっとだけ見えた。いきます。くー、ちょっと、まあまあまあ、これでどんだけ出せれるかや、ね、そしてワンパンできるか。ワンパンが望ましいけど残るよ、ね、何が来る。バインドー、バインドが来るけど、回復はできるんですけどね、一応。ただ、次の攻撃で死ぬ可能性がある。4倍で倒すしかないよな。まあ、無理な話やろうけど。一番下は置いといて、あ、闇作れてねえわ。うわー、ちょっと待って、1万7000やったら耐えれたんじゃん。バッカじゃんこれクリアできたじゃん。うわ、もったいね。もうちょっと考えてコンボしときゃ回復できたっしょ。うわ、悔しいんだけどマジか。ちょっと無理だった。いやー絶対いけるな。ちょっとまた挑戦したいと思います。まあ、実質クリアできるってことが分かった。多分濃厚はいけますね。はい、では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。